高木忠年から1934年12月31日は日本の政治家。日本初の視覚障害を持つ衆議院議員であった。安政3年12月、武蔵国荏原郡南品川で質屋を営んでいた細井半兵衛以年の三男として生まれる。幼くして英才の誉れあり、親戚の高木一兵衛以降の養子になる。この養父は幕臣で本草学者であったという。12から16歳時に隣家に隠棲していた木村海舟に学ぶ。その後、猿渡弘盛、井上頼国、江木高遠に学ぶ。1883年の第2期東京府会議員に当選する。1890年、第1回総選挙に立候補して当選し、衆議院議員になる。34歳だった。1892年の第3回総選挙では、第1次松方内閣の選挙代官賞に相落選した。これは、失明前の唯一の落選であった。当選回数は計13回、議員生活39年に及んだ。明治23年12月に出版された国会傍聴議場の記談には、説教議員とは時に早々時に知畜長あたかも、坊さんの説教前たるをもってなり尾崎氏の道義に賛する高木貞年氏と記されている。1897年、40歳の時に、緑内障のために失明した。失明からの立ち直りは一般の失明者に比べて早かった。失明のみで広い選挙区を回り、選挙運動にも励んだ。1903年の第1回全国盲人大会に出席した。1934年12月に逝去した。78歳だった。日本で視覚障害を持つ国会議員になった2人目は、1989年の参議院通常選挙で当選した堀利一であった。妙蓮寺境内の胸像。ありがとうございます。